アクト党はニュージーランドの自由市場主義政党である。元党首であるロドニー・ハイドによると、アクト党は個人の自由、自己責任をモットーに豊かな経済や強い社会、より良い生活の質を目指して小さい政府を目指している。透明であるアクトは1993年にロジャー・ダグラスらによって設立された消費者と納税者協会に由来する。アクト党は 古典的自由主義、小さな政府、自由法人主義と個人の自由や責任を高く評価し、それらに重きを置いている。元党首であるドンブラッシュは政府債務の抑制、全ニュージーランド人の平等、ニュージーランドが行っている排出量取引の最高に焦点を置くことを約束した。2011年の総選挙においては、アクト党は税率の引き下げ、並びに すべての納税者にその所得に関わらず同じ税率を、かす一律課税を提唱した。また、この軽減税率案に沿って、不必要な政府の政策を削減、削除して、小さな政府を実現、国民の自立心を高めたいとした。アクト等の党員集会においては、2003年に、施行された、売春改革法による、売春宿の合法化を過半数が支持し、2004年に、 施行された同性カップルへの法的承認を与える市民組合法に5対4で承認した。アクト党は2008年の総選挙へニュージーランドは温暖化していないと掲げて望み、ニュージーランド政府は地球温暖化を止めたり、カーボンニュートラルの先駆者になろうとする検討違いな試みで国民に対して不必要な課税や規制を課すべきではないとした。また、同年9月には、 当主のロドニー・ハイドが気候変動はすべてデマであり、アルゴアはインチキな詐欺師であると述べた。2016年には当のウェブサイトから気候変動政策を削除し、当主のデイビッド・セーモアは緑の党を環境のためには何でもかんでもする連中として批判した。2019年に可決された2050年までに温暖化ガスの排出をゼロとする。 ゼロカーボン法の採決においては欠席という形で反対した。アクト等は2015年に可決された精神的な苦痛を与えるメールやテキストメッセージなど電子的な通信を規制する有害。デジタル通信法に全議会の中ただ一等だけこれは表現の自由や報道の自由を侵害し自由な意思表明を阻害するものだとして反対した。 以前のロゴ党の由来は1993年にロジャー・ダグラスらによって設立された消費者と納税者協会にある。同年には政治政党としてアクト党を結成した。1996年の総選挙においてアクト党は56名の候補者を擁立した。リチャード・プレブルはウェリントンの小選挙区で勝利し、党としては6.10%の得票数を得て、 プレブルを含めた7名が当選した。1999年の総選挙において、アクト党は7.04%の得票率を得て9名が当選した。2002年の総選挙において、アクト党は7.14%の得票率を得て、前回と同じ9名が当選した。2005年の総選挙において、アクト党は、支持を失い、1.51%の得票率を得て2名が、 当選した。2008年の総選挙において、アクト党は61名の候補者を擁立し、3.65%の得票率を得て5名が当選した。また、アクト党はこの総選挙によって成立した国民党政権に加わり、アクト党から防衛大臣や教育大臣を輩出した。2011年の総選挙において、 アクト党は新党首のドンブラッシュを含めた55名の候補者を擁立した。選挙結果は散々なものとなり、アクト党は初の選挙である1996年以来最も低い1.07%の得票率を得て何とか一議席を守った。2014年の総選挙において、アクト党はさらに支持を失い0.69%の得票率だったものの、 一議席を獲得した。2017年の総選挙において、アクト党は36名の候補者を擁立し、彼らは全員新人であった。支持は前回の選挙よりさらに減り、0.50%の得票率だったものの、一議席を獲得した。2020年の総選挙において、アクト党は7.98%の得票率と10議席を獲得し、 緑の党と並んで議会第3党に返り咲いた。しかし、党首のデイビッド・セイモアは選挙結果をほろ苦いニュージーランドのために良くないとした。ありがとうございます。